スカイプレゼンツ、こちらクイズノック放送部。こんにちは、クイズノックの伊沢拓司です。この動画は ABC ラジオなどで放送中の番組スカイプレゼンツ、こちらクイズの構想部と連動したクイズ動画となっております。ラジオを聴きの皆様もこの動画で初めて番組に触れる方も一緒に楽しんでください。最初のコーナーは伊沢拓司の何でもランキング。よろしくお願いします。このコーナーは世の中のありとあらゆるランキングをこれを見ている皆さんと私伊沢が一緒に学んでいくというコーナーになっております。それでは参りましょう。今回のランキング何なんでしょう。2022年餃子の年間購入額ランキング。おーおーとっとっとあれだ、わかったわかったから、もうあと餃子の話するわ。ずっと僕はね、全部ここに書いてある詩は言ってて、で僕各地で食べてるんですよ餃子は。あ、堺だけ食べてないかな。ちなみに全国平均は1世帯あたり2017円なんだ。もう全然俺それより食ってるね。僕は大学時代は城北地区ですね、東京の。いわゆるやっぱりその文京区とか豊島区のあたりにずっといたので、あのあたりって結構餃子屋さんが多くてね、ファイト餃子という餃子屋さんが巣鴨にあるんですね。ここにねよく行ってたんだわ。当時の友達がね結構近くに住んでたりとかしたから、でファイト餃子に行ってみんなで酒飲んだりとかでね、お安いんですよね。ちょっと丸っこいね、美味しい餃子があって、あんが詰まっててみたいな餃子をねいっぱい食べてた記憶がありますね。宇都宮はね名店巡りやって、あとね僕昔餃子の番組やりました。ラブ餃子っていうタイトルの変な番組やったんです。伊沢拓司のラブ餃子っていうね変な番組があったんですけど、それをやりまして、で僕その時浜松にどこ行ってね、浜松で4店舗ぐらい食べたのかな。どれもすごく美味しかったですね。浜松はやっぱね、そのもやしを添えるというスタイルがまあ有名なんですけど、あとそれ以外のスタイルだと結構もうみんな各地バラバラだったり、お店ごとに違ったりするので、何軒もはしごするのが楽しいんですね、浜松とか行くとね。あと最近餃子の無人販売所とか各地にあるの皆さん分かります？結構ねいろんなところにあると思うんですけど、あそこの餃子もねすごい美味しいんですよ。 で僕ここに書いたとこでも餃子食べてます。でここはすごいのが、コロナ禍でみんなお家に巣ごもりするようになったじゃないですか。でこの年ってずっとその家に持って帰るタイプの餃子が人気の年だったんですね。なのでやっぱりこの年の空港とかに行くと持って帰るタイプの餃子売ってるんですけど、そういうのがあったんで他の年に比べて消費が減りづらかったという理由でなんと1位になったんですね。ということで正解はこちら、宮崎市です。あ、正解って言っちゃいました。正解って言っちゃいましたが、多分これが正解でしょう。それでは答えはこちらです。ドン。はい、宮崎市です。ありがとうございます。そうなんですよ、宮崎の空港に行くと横幅がね3メーター4メーターぐらいある、そのでっかい魚とか置いておくような冷凍のケースがあるじゃないですか、売り場のね。あれに全部餃子が埋まってたりとかしてね、家持って帰るような、やっぱりその餃子の街として知られている宮崎ですね。ということで解説も完璧だったんじゃないですか。一応見てみましょうか。養豚が盛んで材料となるキャベツやニラの生産も多いと。餃子評議会を宮崎市では2022年に発足、各店の味を楽しめるイベントを開くなどして消費拡大を図ってきた。やっぱ努力もされてたんですね。というところで特性も合わさってということで宮崎市が1位だった。あー、なるほどね。そう、ラブ餃子なんですよ。今本当にいろんなところの餃子をね、ふるさと納税とかで楽しめるようになってるんですよね。だから今年はちょっと餃子の食べ比べしようかなみたいな、ふるさと納税とかしてみてもいいかもしれないですね。ということで皆さんの餃子ライフに幸あらんことをみたいなことを番組で言ってたんですよ、ラブ餃子でね。不思議な番組でした。ということで以上、伊沢拓司の何でもランキングでした。続いてはスカイプレゼンツ、こちらクイズの構想部、ラジオ本編の中から歴史にヒントありのコーナーをノーカットでお届けします。素敵なプレゼントが当たるクイズもありますので、ぜひ最後まで見てください。どうぞ。歴史にヒントあり、歴品、歴品菅井さんの受け継ぎ歴品、先週から始まりましたこの歴史モデルで動画クリエイターのネオです。クイズ族の山本芳明です。スクラピーです。同じく言わなかったもう絶対いけるようにしよう。はい、このコーナーではテーマにまつわる歴史を学び、その歴史から今を生きるヒントを見つけます。今品今品を見つけましょう。全部略してくれる紹介する情報は番組スタッフ調べです。
母の日はお母さんに感謝を伝える日ですが、うん、手紙で感謝を伝えることもありますよね皆さん、うん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 、母の日にお母さんにだったり父の日にお父さんだったりとかそれ以外にも家族にお手紙を書いたことはお二人あります？手紙手紙か手紙とか女の子結構書く気がするんですよね。あ男の子はずいよね。わかんないね。はずいんだやっぱり手紙は、ね、でも直接伝えるよりかはちょっとハードルというか手紙の方がなんか伝えやすくないですか？いやでもわざわざ手紙にしたためて重いよって結構そっちの方がさハードル高くない？いやないね。ないでもだから LINE で送るとかある。うんうんうん、あーなるほど。まあそれもめっちゃ長文じゃないけどね。そう、うんあとさ、今アマゾンとかでさ送るときにちょっとメッセージ添えるぐらいです。あれぐらいだね。一言ちょんぐらいだ。そうそうそう。いつもありがとう。ありがとうぐらいね。小学校のときぐらいかなとはね。あそうね。子供の頃はやったんだろうけど。もうなんか2分の1成人式みたいなのが書いてとかしたかなと。うん。この行事ではあるけど、やっぱ自分から自ら進んではあんまないかな。じゃあぜひこれを機に。これを機に。書いてください。今年は今年はね、ぜひ手紙手紙かなんで長文 LINE にしてくださいだったらまだまあ頑張るかって。手紙手紙やっぱ手紙の一番の問題は、うん、あのめんどくさいなんで母の日ですよ。まず便箋を買いに行くところからだから、ね、買って封筒に入れて切って貼って出す、ね、これがめんどくさい。いやいい、その過程がもうエモいですから。まあね確かにね、なってなりますから。手作り料理みたいなことかな。そうそうそう、うん、ぜひ手紙書いてください返事をしてくれませんいや頑張ります頑張ります頑張りますとか言ったらあんま嬉しくないよね。確かに頑張り転写しますはい、じゃあここから歴史をお願いします。母の日の起源については諸説あるんですが、うん、アメリカのアンナ・ジャービスという方を由来とする説がよく知っています、うん、クイズ的に言うと、うん、あのまあ、カーネーションが別名がアンジャベルっていうのよ、うんうんうん、だからアンジャベルってきたら答えカーネーションなわけ。アンジャベルなどの別名がある、で、アンナ・ジャービスだと母の日だからアンジャとアンナ・ジャで答えがねカーネーションか母の日かで違う、すごい微妙なポイントがありますね。なが入るかどうかでね。そうそうそう、アンナ・ジャービスか。アンナ・ジャの方ですね、こちらは。そうですね、アンナ・ジャービスさんというね方が由来という説があると、うん、で1907年の5月12日、うん、アンナは亡き母を偲んで教会の祭壇に白いカーネーションを飾ったそうです、うん、翌年の1908年5月10日母の追悼式を開いて参列者に白いカーネーションを配りました、うん、これが最初に行われた母の日の式典とされています。うん、白いカーネーションだったんだね、うん、確かに。母親に感謝を表す記念日を広めようという働きが広まり、1914年当時にアメリカの大統領ウッドロー・ウィルソンが毎年5月の第2日曜日を母の日に制定することになりました。うん、うん、だ本当は5月12日と5月10日だったんだ。そうだね、うん、元々なるほどなるほど。今は日曜日と、うん、なるほど、うん、今ね1908年にアメリカで、母の日の式典が始まったって話がありましたけども、うん、その数年後には、日本の教会でもお祝いが始まったということなんですね。なんですがまだ一般的に広まっていたわけではなくて、うん、教会で行われるだけの行事だったということのようです。なるほど、うん、この一人、まあ、言うたら一人じゃん、アンナ・ジャービスさんがやったことが世界に広まったのすごい、ね、うん、すごいね。確かに、どっからどうなって広まったんだろう。報道とかあったのかな。まあでもそれがこの後でしょ。この後この後らしいです、ね、でもさ、もうさ1914年にはさ、うん、だってウィルソンが母の日に制定してるんだよ。ああ確かに、早くない？すごいね。で、あそっか、ほんの6年7年ぐらい、うん、そうだね。ウィルソン行動力やばやばすごいね。ほんとだねって感じで、まあ、アメリカで広まったんですが、日本ではどうなのかというと、日本で母の日を全国的な行事に変えたのは森永製菓の影響が大きいとされています。おーわお。森永製菓は1936年に母の日中央委員会を設置し、翌年に第1回森永母の日大会を開きました。何母の日大会大会になっちゃったよ。なんかさ、母への感謝を誰が一番うまく伝えられますか大会みたいなね。今現代の大会って言葉のさニュアンスだとさ、うん、結構その競技大会っぽい感じがちょっとしちゃうけど、うん、自分の母親当てゲームみたいな、うん、
まあね、母の日会とかの気持ちなのかな。そうかもね、大きい会ってことかな、そんな母の日大会には東京都練馬区の豊島園に約20万人の母親が無料で招待。何それ、すごくない、何するの20万人すごいね。めっちゃえぐいですね。えぐ人数えぐやばえ。ってことは、2.5 倍反応しぐらいってこと反応し、埼玉県反応し、僕の地元8万人ぐらいだから。すごい、20万人ってだってさ、すごいね。東京ドームでライブとかでさ、5万人とかじゃない。これは大会これは大会だ、でかいね。すごい、それしかも無料でね。歌や踊りのショーだったり、お菓子や飲み物の模擬店だったり、盛大に行われたイベントがあったそうで、新聞などで取り上げたことがきっかけとなり、日本でも5月の第2日曜日を母の日として祝うことが普及したと。すごいね、まあ、こんだけでかかったら一大ムーブメントになるから、まあ、そうだね、ね、うん、すごいね。すごいですね。このアメリカのアンナさんがカーネーションを飾ったことによって、今でも母の日にカーネーションをこう渡すっていうのがあれになったんですか。うん、ってことですよね。で、アンナの母親が好きだった花がカーネーションだそうですね。で、でその時アンナさんが飾ったのは白のカーネーションだったわけだけど、現在母の日にあげるのは赤のカーネーションが一般的、で、これは健在の母へは赤、亡くなった母親へは白と区別されるようになったという説があります。あ、なるほど、はいはいはい。まあ、今ではカーネーションの品種改良も進んで、お花屋さんに行くといろんなカーネーションがありますね。で、その色によってね、花言葉がカーネーション違ってくるということで、あるね、たまに。赤いカーネーションは純粋な愛、母親への愛、真実の愛、うわ。ピンクは感謝、温かい心、気品、美しい仕草だったり、オレンジは純粋な愛、あなたを愛しますだったり、紫は誇り、気品だったりとあるね。紫のカーネーションね、すごい。誇り、気品かぶりあるしどっちも純粋な愛かぶり赤とオレンジが一緒でピンクと紫一緒だったよ。まあね、赤とオレンジはまあなんか似た系と、まあまあまあわかる。ピンクと紫、まあ、まあ、まあ似てるか、まあ、まあ、まあいいでしょう許そういや、まあお母さんのイメージに合ったカーネーションをね、選んで渡すっていうのもね、素敵ですね。そうね、花言葉にこう縛られずにね、好きな色だからとかで選んでもいいですよね。いいですね。ピンクの花言葉、感謝ありますよ。わー、大好きな感謝大好きですけど、言ったら怒られるんですよねあの逃げてるんじゃないかな何でも感謝してるから。感謝大事ですね。感謝大事、うん、そこからね、あの母の日の歴史学んだ上でヒントありますか。いや、ありますね。ありますね。ある、あるか。まだ決めてない段階からありますっていうのがすごいよね考えてる顔であります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 。いきます。今ね、めっちゃ考えてる顔は YouTube の方に上がりますいやでもこれ今あるのかな。ちょっと私の願望も含めてのヒントいきます。今回の歴史から見つけたヒントは、2023年母の日大会を開こう。おなるほど、もうすぐ。いいね、今すぐ。何呼ぶ、大会何、50万人ぐらい嘘、どこ、バイオ行かないと。豊島園でもパンパンじゃない、パンパン。 VR とかだから、メタバース空間とか。あ、集まらない。でも50万人ぐらいいけるかも今ならではのね、集まり方で世界中でやってもいいし。すごくないですか、この母の日大会でこう20万人の母親がね、それで招待されて、こんなに大きな行事ってなかなかないと思うので、今やってるんですかね。ね、ちょっと気になるね。気になる。でも、これさ、相当お金かかってない？いや、そうです。そうだよね、無料でって。えぐいもん。やばいでしょ、これ。でもこれがきっかけになって、母の日がこの日って決まってるので、ちょっとやりたいですね。確かに。じゃあスカイプレゼンツでぜひ確かにスカイ母の日大会そのモロパクリでいいのか第1回があれば、第1回としてぜひよろしくお願いしますもうやってなさそうかなということで、歴史にヒントありでした。ここでプレゼントが当たる問題です。問題、ネオちゃんが歴史から見つけたヒントは何でしょう。
このクイズの答えが分かった方には抽選で素敵なプレゼントが当たります。スカイの公式インスタグラムからご応募ください。スカイの公式インスタグラムの URL は動画の概要欄に貼っておりますので、そちらから飛んでください。たくさんのご応募をお待ちしております。ということでスカイプレゼンツ、こちらクイズの放送部でした。またね。